はよう。おはよう。おはようございます。じゃあ。鈴。うん。ごめんなさい。ううん、私の方こそ、その、ごめんなさい。よかった。宗七くん、ほら、一緒に教室行こう。今日も死ぬにはいい日だね。ああ、宗七と鈴城か。お疲れ。もう、お目付け役がいないとすぐこれなんだから。さくらちゃん、ななみさんは？何か火球の用があるとかで、生徒会の方は早退するそうです。
大丈夫ですか？あ、大丈夫かどうかと問われれば素直に大丈夫ではないと答える。具体的に言うと眠い、すっごく眠い。何故？趣味暁を覚えとって言うだろ。よく勝手にことわざを作成しちゃダメです。ほらほら、コーヒーいかがですか？コーヒーじゃなくてコーラにしてくれ。子供ね。なんと！コーヒーの味もわからない人は子供だって言ってるの。スズジョはわかんのか？もちろんよ。嘘つけ！おいしかったもん。本当だもん。お砂糖入れておけばよかったですね。遅くなってすまない。全員揃ってるな。本日は緊急の議題がある。一部の生徒から苦情が入っている。昨日か一昨日あたりから下校の最中に誰かにつけられた気配があるということだ。思春期特有の自意識過剰という線はないんですか？それなら笑い話で済むのだが、あいにくと複数の生徒からの苦情でな。時間帯も大体合ってる。もしかして金陵学園の生徒ですか？向こうが金陵の制服を着たまま尾行するような分かりやすい人間であれば。だが分かりやすいバカが揃っていると思うが、向こうはな。まあ俺もそう思うが。ともかく今日から君たちもしばらく複数人で帰るようにしてくれ。部活動で遅くまで残る可能性がある生徒にはすでに加藤先生から通達があったはずだ。私とミュウちゃんの場合は。ああ、女子ばかりで帰宅するのもなるべく禁止。男女複数であることが理想だ。姉川くんも新井くんも誰か男子生徒と一緒に帰るように。愛野くんか総七くん、さもなくば慶次郎か俺とだ。私は一人でも十分ですが。ダメだ。例外を認めては他の生徒に示しがつかん。その私を信頼しきった目が何だか理由もなくムカつくんですが、何かご用ですか？
先に手、手より先に足、足より先にそのミミズみたいな紐で相手を考察するから心配ないなって思っているのよ。ほう、なるほど。キサラギ君はそんなことを考えていたんですか。そんなことはないですよ。宗七君って昔から嘘をつくのが下手だから、こういう時は声が上ずるのよね。如月宗七君、あなたとは一度、私という存在をどのように考えているかじっくりと話し合う必要があると思うのですが、いかがなものでしょうか。ええ、そりゃもう2時間は語ってやりますよ。どうでもいいけど、お前はいいのかよ。俺は瞳子と二人で帰宅する。あ、それはその示しがつかないんじゃないのか。それじゃあ、トーニャと一緒に帰ります。スズ、いいよな。宗七君、気は確か？キサラギ君、熱でも出ましたか？ダメですよ。道路に落ちてるものを拾って食べちゃう。クワンツーの！
確かだよなあ、スズ、いいだろ。それに確か今日はトーニャが食事を作ってくれるってことじゃなかったっけ。あ、覚えてましたか。あ、確かにそうですね。私もトーコ先輩も一度お食事作りに行ってますから、次はトーニャ先輩です。まあ約束は約束ですから、作らないわけはありませんけれど。ですが帰宅ならば私は一人でも大丈夫です。君は大丈夫かもしれないが、宗七君と鈴君が大丈夫ではないかもしれない。わかりました。なんか悪かった？いいえ、別に。俺はどうすっかな。あ、上杉先輩、よければ私たちと帰りませんか。さくら、いいからいいから。ミュウが嫌じゃなければいいけど。ミュウちゃん、嫌？その…よろしくです。大丈夫？ミュウがいいならいいや。となると俺は愛の君とだな。会長、よろしく。それでは皆、また明日。お疲れ様でした。
あのさ、トーニャ。何でしょうか。夕食だけど、何を作ってくれるのかなって。言っておきますけど、私は他の二人のように甘やかしたりしませんよ。キサラギ君にも、それからもちろん。どこかの無能な失礼無神経なダギツネにも手伝ってもらいますけど。別に構いませんことよ。ただまあ、私たちの家のテーブルは二人用なので、床で食べ上がりなさい。ごめん、つい。ごめんじゃなくて、なんでさりげなく今の言い争いをどこ吹く風という感じで、あなたは私の髪を触っていたんですか。っていうか、女性の髪の毛を触るなんて何考えてやがりますか。ごめん、わざとじゃ。わざとなのかな。でも、なんかこう無意識だったんだ。うん、髪に触ったのは謝る。ああ、謝ってもらうのは結構ですけど、なんで髪の毛触ったんですか。なんで。そうよ、こんな白髪ババアみたいな髪の毛触って何が楽しいって言うの。え、いや、すず、俺はそうは思わないぞ。髪の毛、白髪ってよりは銀じゃないか。銀髪。っていうか、ごめん。正直、さっきから二人の話全然聞いてなかった。トーニャの髪が、夕日のせいで。夕日のせいで、何ですか？夕日のせいで、何よ。トーニャの髪が夕日の光に照らされて輝いてて、すごく綺麗だなって。考えているんですか、あなたは。何バカなこと考えてるの、ソシ君は。バカ。私は一旦帰宅します。買い物の必要はありませんけど、使った材料分のお金はいただきます。あ、それはさくらちゃんや東子先輩の時もそうお願いしてる。ごちそうされるだけだと微妙に変な気分だし。義理がたいですね。まあそれは悪くないですが。
。じゃあまた後で。ハンカチ持ってるか？持ってることは持っているんだけど、少々問題があったりなんかして。ごめん、授業の最中つまらなくて噛んじゃった。お前というやつは。所詮獣。10回。いい加減俺の背中からどいてくれ。頑張って跳ねのけなさい。無理、力入らないです。だらしないわね、そんなことだと勝てないわよ。お待たせします。あ、トーニャか。そっか、もうそんな時間なんだ。キソラギ君？ん？どうかしたか？あ、悪い、いらっしゃい。お邪魔します。じゃなくて、キソラギ君、何ですかそれは。いや、何ですかというか何してたんですか。何って、そりゃまさかあなた、あの狐娘に手を出したんじゃないでしょうね。誰が狐娘か。宗七くん、今やるべきことは何か分かってる？ん？やるべきこと？ああ、夕食の手伝いだよな。分かってる、トニャ。俺にできることがあれば何でも言ってくれ。
ああじゃなくてさっさとせんか、もといしなさい。へい、これを剥けばいいのかい？そうよ、その前に手を洗ってね。でもできれば排水管に流れて消えてくれるともっと助かるんですけど。あ、宗七くん。これは誰？兄だそうよ。兄って誰に？ちなみに愚昧とは愚かな自分の妹ということなんですか。で、愚女としては何か言うことあるの？勝手に日本語改ざんするな。改めて紹介します。残念ながら私の兄であるウラジミールです。ヤッホー、僕がトーニャの愛しい兄、ウラジミールね。愛しい？これはトーニャの愛情表現なのさ。違います。料理の続きです。キサラギ君とその妹、手伝ってください。兄さん、やっぱり邪魔なので何もしないでください。愛情表現だと思うんだけどな、この痛みは。
を三枚おろしにしろなんて言っても無理でしょうからね。キサラギ君は指を切らないよう気をつけてください。血のついた野菜は食欲が失せますよ。それではいただきます。いただきます。すいませんでした。一旦帰って夕食のことを告げたら急に自分も行くと言い出して聞かなくて。いや、まあいいけどさ、良くなかったけどさ。ウラジミール、あなた挨拶は？ウィーヨロ。もしやこのシャツの彼女について聞きたいのかい？いいかい？これは今大人気のアニメでね、六つ子の姉妹が全員同じ男を好きになってしまうという甘酸っぱく切ない物語でね。ま、最後は全員戦場で死ぬんだけど。それでこのヒロインは実は主人公の父親で。はがっ！初対面の人間にアニメを語るのはやめろとあれほど言いませんでしたか、このタコ頭。兄だなんて、あなたも大変ね。こんなのが兄だなんて、いや本当に大変そうね。とても大変ですともね、キサラギ君。ダメな兄とかダメな妹とかを持つと本当に大変よね。ちょっと、そのダメな妹っての何よ。さあ、どなたか心当たりでもありますか？如月宗七君の妹であるところの鈴さん。私は妹じゃない、姉だっつってんのよ。ダメな姉を持つと大変ですね、キサラギ君。なぜ？どうして？そんなニヤニヤしてるの？俺笑ってた？いや、二人の喧嘩が可愛くて。
では、私はこれで。グッバイ。えい、ロシア人らしくロシア語で言わんか。ラスプーチン、トルストーイ。それは人名だ、関連性するないわ。また明日。トーニャ、今日はありがとう。感謝するのですか、私に。うん、やっぱりさ、楽しいから。トーニャはいろいろと疲れたかもしれない。ごめんな。やれやれ、もう抜けているというか、人がいいというか、適応しやすい体質というか。心配せずとも、これは私の生徒会としての義務と心得ていますから。また来ます。あ、うん、待ってる。ところでさ、トーニャのお兄さんのことなんだけど。ロシア人よ、本当に。でも、外国かぶれなの。特にアメリカとこの国が大好きだそうよ。正確にはこの国のアニメとかゲームとか漫画とか、その他もろもろが大好き。あの通りどうしようもない兄だから、まあ道で見かけても話しかけない方がいいわよ。あなただってあの兄さんと同類と思われたくないでしょ。まあ、いいお兄さんじゃないか。トーニャも愛されてるみたいだし。別に嬉しくないわね。照れてる。何がですか。いや、なんでもない。じゃあ、また明日。また今度来るって言ってくれたぞ。次回は喧嘩なしでな。向こうが挑発してくるんだから仕方ないでしょ。またさっきみたいな生温かい目で見てやるからな。うわ、やめてよ。あんな目で見られるのものすごい恥ずかしいんだから。しかし、トーニャのお兄さんってなかなかインパクトがあったよな。シャツとか髪型とか。
スズ？ああ、ごめん。あのロシア娘の兄のこと思い出したら、ちょっとね。ん？まさか俺が着替えている間に抱きつかれてキスを求められたとか？違う。何かこう違和感があったの。私と君を見るときの目がね、ちょっと。目がどうした？本当に些細だったんだけどね。なんか探られているみたいな感じがして気持ち悪かった。まあ気のせいじゃないかなと思うんだけど。探られてる。もしまだ怪しいと思うなら、あの人と二人きりで会うのは絶対にやめろよ。わかってる。まあ、あの男と道端でばったりなんて、死んでもごめんだけどね。心が痛むかい？それはどういう意味かしら。いや、何、クラスメートじゃないか。クラスメートじゃないのよ、ウラジミール。クラスメートに偽装した二人だわ。だが、君と生徒会は彼らの保護を命じられているのだろう。それがどうしたの？君は生徒会の命令に従っているのか？それとも別の何か、例えば我が父親のような。生徒会とこちらが相反する命令だった場合、答える必要はない。こちらの命令には従うけれど、それでも可能な限り保護を優先する。甘いね。スズ、風呂開いたぞ。風呂だ、風呂、お風呂。わかった。
はい、終わり。はや。スーツ、ちょっとこっちへ来なさい。つうか来い。10秒で風呂から出てくるのは体を洗ったとは言わん。離せ、ソシ君のバカ。どけ、タコ、イカ野郎。なんか最後のは悪口には思えないが傷つくな、この野郎。で、目の毒だから狐に化けてくれ。全身を洗うまでここから出さんぞ。暴れるな。暴れると耳に水が入っちまうぞ。シャンプーするから目をつむってろ。染みるからな。ほら、もういいぞ。もう戻っていいぞ。違う、化けていいぞ。今度からはちゃんと自分で風呂に入ってきちんと体を洗えよ。お風呂やだもん。お前はもう人間みたいなものだからな。人間はちゃんと毎日風呂に入るもんだ。人間に近い狐だ。へりくつ。どっちがじゃ。
スズ、俺の背中に乗れ。押さえておいてほしいんだ。はいはい、わかったよっと。もういいぞ。すまん、また乗ってくれ。今度はいつものな。大丈夫？1、2、3。いつものことだけど、頑張るね。動くな、つらい。もう降りていいぞ。痛い？ちょっとな。うん。宗七君、一つだけ質問していいかな？ことを我慢するの？そりゃお前、強くなるためには仕方がないだろ。どうして強くなりたいの？要するにだ、誰かが困ってたり、お前が困った事態になったとする。そういう時、己自身が強ければ、開ける道も見つかる時があるってことだ。人間ってやつは、多かれ少なかれ、他人を傷つけ押しのけて生きているもんだ。絶対に他人を傷つけたくないというなら、
方法はただ一つ。死んでみるか。強くなれば今のデコピンも食らわなくて済む。弱いままで死ぬまでデコピンを食らい続けるか。なら強くなれ。誰よりも強くなれ。相手の選択肢を封じ、己の選択肢を増やすくらいに強くなれ。ただし、あくまでほどほどにな。可能性を広げるためだな。可能性？可能性ってどういうこと？例えば、スズがピンチになったとき、強ければスズを助けられるかもしれない。弱ければスズを置き去りにして逃げるしかないかもしれない。でも強くなればスズを置いていかなくて済む。それが俺が強くなりたい理由だ。満足か？ということは、私がピンチになったら、宗七君は命を懸けてでも守ってくれるんだ。ああ、約束する。きっと守るよ。強くなんかないって。強い。強くない。断言するよ。言霊を使わずに君に信じさせたいから。宗七君は強い。